鶴巻、鶴巻は東京都多摩市の地名。現行行政地名は鶴巻1丁目から鶴巻6丁目。郵便番号は206-0034。鶴巻1丁目は幹線道路の多摩ニュータウン通りが最北端に接し、3本通う幹線道路周辺が区画整理区域になっており、ここには旧来の地権者絡みの自由裁量で建てられた業務施設。 小て住宅、小規模マンションなどの雑多な建物が混在している。鉄道線路の南側は新宿区域で都市センターとしてマスタープランに基づく都市基盤整備により開発され、企業の業務、管理機能を持つビジネスパークゾーンに位置づけられている。同一丁目においては公共、公益事業所の建設場所として計画、誘致され、多摩中央警察署、 タマ郵便局、東京ガス、東京電力、NTT、朝日生命、水保銀行などの大規模な事業所ビルが立地している。なお、当初、蘇合の商品庫物流センターのあった跡地が、用地の用途変更で民間の大規模分譲マンションになっている。鶴巻2丁目は、同1丁目と同様、ビジネスパークゾーンにも位置づけられ、大手損保会社や電気、 機械メーカーの本社ビルなどを誘致し建設しているが、宮中組跡の集落があった幹線道路周辺の広範囲が区画整理区域となり、商店や小建て住宅、民間小規模マンションなどの雑多な建物が混在している。また、道2丁目南部には里山を再生し、傾斜地形を利用した農園などを設けた広大な鶴巻公園がある。鶴巻三丁目北部区域は、 すべてビジネスパークゾーンに位置づけられていたが、未だ本来目的にかなった施設、建物が誘致できておらず、その保留地を開発者の90渡航団が、長期借地として、暫定複合性のタマタイム、家電量販店、娯楽施設、スポーツ施設、飲食店を誘致している。また、道区域南面は、用地の用途計画変更を行い、近年、入居個数五百を超える、 民間資本の大規模マンションが建てれ、子供人口減少に歯止め効果をもたらしている。道山丁目南部区域は、90都高段が分譲した中、高層及び低層のタウンハウスで構成する集合住宅の外区で、中央部には小高い芝生農家を要する鶴巻東公園が整備され、頂上からは町の全容が眺望できる。なお、 この公園に隣接して一部小建て住宅区域が設けられている。鶴巻4丁目は奈良原公園を包含し、落合1区の法野公園に通じる市内有数の桜並木の名所、富士見通りがあり、住宅街が公園と歩行者専用道路で織りなす。空間に一体的に溶け込み配されている。改正時には広い芝生で構成された長い通りの延長方向に、文字通り、 富士山を望むことができる緑豊かな環境の外区で、ガーデン式と呼ぶにふさわしい希少な美景観を呈している。住宅は、中層の集合住宅と低層のタウンハウスが主体で、一軒が二層構造となったメゾネットタイプの二世帯住宅なども登場している。鶴巻五丁目は新宿区域であるが、小建て住宅を主体とする外区である。 道外区を貫く歩行者専用道路に面して、90都高団の建設した低層と中層の分譲住宅及び都営住宅が存在する。落合1区との境界を通過すると道、町田、日野線と交差する位置に商店など、住民サービスを担う鶴巻近隣センターが設けられている。南端に接する南多摩尾根幹線道路には、 南隣の同市南の三丁目と連絡する二つの歩行者専用道路橋が架けられている。鶴巻六丁目は西隣同市唐木田一丁目との境界となる幹線道路沿い旧長坂集落があったあたりが区画整理区域で地権者らが建てた小建て住宅と小規模マンションなどが混在している。北西及び東側の新宿区域は学校施設を中心にして 旧住都高団が建設したて、中層主体都市一部構想の分譲集合住宅で構成されている。住宅地の地下は、2014年、平成26年1月1日の工事地下によれば、鶴巻2丁目21番17階の地点で20万6千円枚メートルとなっている。旧南多摩郡多摩村南西部、順の村大技落合の丘陵地に位置していた。 小路、奈良原、中組付近に南北へ伸びる宿が二筋あった。これら宿筋に囲まれた広大な山林が、多摩ニュータウンの第十一十九都市、九十都高団の手で開発され、新生鶴巻が誕生した。現在、幹線道路の火曜旧、中沢、奈良原、中組、長坂屋と周辺が、土地区画整理事業区域、区画整理区域となり、この町で、 広い面積を占める、給料部高台に位置する新住宅市街地、開発事業区域、新住区域とは、開発手法が異なっている。新住区域の町開きは1982年で、ニュータウンの当初計画見直し後に誕生した、外区であるため空間構成に新規軸が導入され、オープンスペース、住宅街とも従前に比べゆとりのある独創的なストップが形成されている。 特段、公園施設と歩行者専用道路網が充実し、オープンスペースの機関空間として、両者を一体的に整備している。そのため、東林落合重工との境界になる都道、町田、日野線には、これを立体交差でまたぐ歩行者専用道路橋が8カ所、かかるなど、歩車分離施策の中核となるインフラが多く構築され、重工内外から安全快適に徒歩で回遊できる、 生活環境を実現している。なお、同ニュータウン中心機能のある多摩センター地区の都市センター西側は鶴巻に位置している。2018年平成30年1月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。これら3校は互いに至近距離にあり、 歩行者専用道路で結ばれている。多摩市が発行する防災マップの記述によった。これ以外にも小規模な公園や遊び場が数多く存在する。注意コール、多摩市の区分では外区公園は児童公園に位置づけられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。